長庄司のマネージャーをやってる福田ちゃんですね、はい、福田さんですね、はい、マネージャーの気持ちを品川庄司は理解しているのか、どれだけ僕らが福田さんのことを知っているのか。俺は分かってると思うよ、割と。私のフルネーム漢字で書いてくださいせーの、ナオミか。これ福田ナーナもしくはナナミ。正解はナナミです。うわー、いやもう結構ショックなんです。私は吉本興業に転職してきましたが、はい、前職何やっていたでしょうか。そんなの簡単すぎる。どうぞ。 TBS 体育会 TV スタッフさん、はい、TBS 本能体育会 TV の AD って書いてあった。答えは、はい、AD なんで。よっしゃ、 K いらないです。じゃあもう 0.5 ずつでします。一生厳しいんだよ。私が品川さんに対してあーって思うところは何でしょう。わかんない、いっぱいあるからな、俺人としてダメな部分が。オープン、どうぞ。 LINE の返信なんですよ。俺は逆に長文の LINE っていう。どうぞ。すぐ迷子になる。ああ、オープンチね。はい、じゃあ次は庄司さんの、はい、うんって私が思ってしまうところは何でしょう。あー、もうこれはもう、これはもう分かる。はい、せーの、目を合わさない。ああ、はい、車がよく変わるです。なんなん、迷子とかさ。だから福田ってよく変わるな。それこそマネージャー第7世代だ。あ、俺らと感覚違うのに。私が担当品川庄司に決まりましたっていうのを聞いた時の第一印象は何でしょう。いやもうそれはもう俺しかないでしょ。せーの、楽しみだな、筋肉触ってみたいな。そんなわけないだろ。品川さんは休み取り。失礼だな。俺が嫌われてるとか知ってる世代でもない。いや、しかしてます。知ってる、知ってる、知ってる。はい、めっちゃ東京です。おお、それこそどうなんその俺の噂とかもあったでしょ。怖いのかなとか、うんうん、どういう風に接したらいいんやろとかは思って、うんうんうん、いざ現場行ったら全然そんなことなかった。まあもうおじいちゃんだ。本当に親世代なんですよね。私ができることなら担当したいなって思う芸人さんは。なんでそんなこと答えなきゃいけないの。品川庄司でいてくれよ。え、今後ってこと。そうです、今後やってみたいな。もう今パッと浮かんだやつ、これめちゃくちゃピンときた。じゃあいきましょう。せーの、ぼる塾。あー、吉本が今まさにこう推しに推しまくってる一押しの女芸人ぼる塾、同世代で女性で一緒になんかこう登っていきたいっていう野心があるんじゃないかなという感じかな。俺もだから全然違うけど、なるほど、あー、合う合う合う。ナオミとかだったら海外のモデル仕事とか舞台とかそういうお笑いだけじゃない分野にこぎ出すっていうところに結構、俺お笑い自体は吉本のね、うん、コテコテの、うん、そんなに好きじゃない。だからナオミ、クッキーさん、秋山、又吉あたりぐらいのちょっとお笑いだけにとどまらずっていう人が担当したい。アーティスト。さあそれでは福田さんの回答お願いします。正解はアインシュタインさんです。ゴリゴリお笑いじゃん。はい、なんでずっと応援してたんですよ、若手の頃から。譲るだろ。違います、お前違います、って言うのが変ですけど。いや、こいつハンサム好きなんだよ。まあ、イケメンは好きです。そりゃ、うん、そりゃイケメンは好きです。うわ、なんかもうちょっとテンション下がったわ。いや、イナちゃんだったらね、なんかこうちょっとね、うん、あ、何よりってなるけど。いや、なんか別にイナさんがダメとか
です、まあ、バランスバッチリだもんな、はい、面白さとなあ確かにねかっこいいし、それなり吉本入る前から知ってて応援してたそうです。ゆずるファンだろ。でもいやもうこの笑いがそうでしょでもそういうことにしときます。いやイケメン好きだから。はい、イケメンは好きです。いや庄司だってイケメンだぜ。知ってますよ若い頃のテレビで見てた姿が、うん、じゃあお前誰のマネージャーやりたい。あ、マネージャーとして、うん、やるとしたら俺誰だろうな。ちょっと近い存在になっちゃうけどさっくんとかやってみたい。ああ、もうちょっと広い世界をちょっとさっくんには見てもらいたいみたいな感じで。なるほどね。品川さんはデーモン国家もう吉本じゃないだろデーモン閣下よく出てきたなデーモン閣下。デーモン閣下言いたくてお前に振ったじゃあムーのあのため何だったんだよ。デーモン閣下っていうボケが思い浮かんじゃったからさっくんの時にあーとか言ってんのもまあ小芝居っちゃ小芝居。私の好きなキャラクターは何でしょう。キャラクター、はい、知ってますよ。なんだっけ、結構出してるというか、はい、あ、ねこれはね、もう絶対せーのドナルドダック。ドナルドダック、はい、もう LINE の写真がそうですか。あとペンもドナルドダックな、はい、もうこれはもう絶対間違いないです。じゃ正解の方お願いします。ドナルドです。はい、いや、やっぱなっていうかさ、はい、普通担当マネージャーの好きなキャラクターなんか知らないから普通はそれなんでドナルドダックは好きなんですか。お尻が好きなんです。ドナルドダックの、はい、何のインタビュー翔さん翔十は好きなキャラクターは興味あるのかよ、うん、やっぱミッキーかな。あー、え、翔太さんは俺デーモン国やったなお前やろう言いたかっただけ私が行ってみたい海外の国はどこでしょう。お前だんだんお前になるけど品川庄司に関するじゃなくて、はい、だんだんその話したことないからあこれじゃないの。もういやもう推理するしかないもん、うん、せーのフロリダ、アメリカ、アメリカ、だからドナルド・ダッグ、そうそう、ディズニーランド、うん、本場の、うん、そうでしょ、うん、じゃあ正解の方はスペインです。スペインか分かるわけねえだろうがドナルド関係ねえじゃねえか。分かるわけねえだろうが、なんでスペインなの。ご飯おいしい分かるわけねえじゃねえか魚介類が好きなんで。へえ、いや俺もサンクーバスのスペイン料理屋よく行ってたけどおいしいんで確かにね。品川庄司さんで結婚するならどっち。俺は自信ある。これ大事よ福田、うん、せーの品川庄司でしょ。俺は品川でしょ。はそうでしょ。結婚でしょ、はい、結婚はそうこれですよ。いやだってもう福田は何回も俺の家来てるし娘にも会ってるしタヌキチにも会ってるし何にも会ってるし、うん、アットホームの雰囲気も。まあでも俺のこの幸せ家族だから。庄司の家は油絵で描いた幸せ家族というか本物の匂いが。本物だよプラスチックの家族とかゴミの日にゴミ出てるか。ゴミの日が来たらファンっていう設定でゴミが消えるようになってるイメージするわかる。いないか。コンピューターの世界の中で料理もなんか冷蔵庫から素材出したらもうできるところまでパンって編集されてもしくはクッキングのところまであるけど後片付けは編集されてるイメージっていうかそれに比べて俺はもう生ゴミからちょっと匂いしたりとかリアルな。さあ結婚するならどっち。はい、品川さんと。イエーイ、よっしゃー。どういうことだよ勝ったぞコンピューターに勝ったどういうことよこれ。いやでもあながち間違ってないというか。そうだろ。何それ。なんか完璧すぎる。うん、あの家の感じとか来たことないじゃないか。なんとなくその聞いてるお話とか、うん、ブログとか、
いろいろ見て。いやそれブログはだって綺麗な一面を出すでしょ。そうですけど、いや、うん、存在しなさそうなな、わかる。そうなの、そんなイメージ。プラスチック感とまでは言わないですけど、うんうん、なんか割と作られた感じ。あ、温度がないってことか、うん、だからなんかもうドラマの序章っていうか、うん、いやいや本当に映画とかに出てそうな、うん、これからぶっ壊れてく家の最初やめろやめろ。品川さんのいいところは、いやだからそこでしょ、そこそこな、うん、いろいろ好きなようにご自身もされてるんで、自分も好きなようにできるかなっていうのもあります。いや俺たちも好きなようにやってるよ、窮屈なんか一つもないよ。でもこの間画面見られたんですよね。あ、それはね、セクシー動画見つかったけど、動画ないライバルがミキティになっちゃうから。あ、それもあります。そうな、はい、こういうことじゃないでしょ。それはミキティとかナミティはもう置いといての話でしょ。多分な、マジな話で今から急に家族の一員ですって福田家に来たら、うん、ミキティの気使うだろ。いや、それはそうよ。そうだろ、俺割と大丈夫。そうなんでしょ。福田が来週からうちで暮らす、うん、家族の一員になりますよって言ったら、うん、ナミなんか福田がうちの家族になりたいって言ってんだけどさ、わしつけないと思うな。今までで一番楽しかった現場はどこでしょう、品川庄司さんで。楽しかった、楽しかったとか、ああなんか、あ、よかったなって思った現場です。だって品川庄司そんな一緒に仕事してないもんな。めっちゃむずいな。なんだせーの、あ、ノブ、うん、異世界、異世界。いや、庄司が演者として来て、うん、俺が、ま、監督としていて、うん、キンキンでは2人で何かやったともうこれぐらい。まあそうだね、まあこれ他のコンビではないお仕事だから。さあ、うん、それでは福田さんの回答はどうなんでしょうか。オープン。はい、アメトークの反省会です。ああ、そう、いやそれも悩んだよ。なるほど、やっぱお笑いの現場なんだね。いやでもそれは嬉しいね。うん、嬉しいね。今年もね、反省会出れると。俺たちの紅白みたいなもんだもんね。本当は出れないようにっていうのが正解だそうです。好きな回数が少ないな。本当に少ない。というわけでこの勝負、品川さんの勝利。よっしゃー。ということで、福田はもう俺の専属マネージャー。いや、おかしいな。福田の取り合いだろ、これは。どうでしたか、福田さん。いや、なんか、意外と知られてないな。いやいやいや、ちょっとショックです。いや、それは分かんない。待ってくれ。北国スペインとか言われたらさ、待ってくれ。正解よ、こんなの。いや、まずです。俺が心の中で奈々ちゃんと呼んでるから。というわけで、この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。なんでスペインなの。ご飯美味しい。わかるわけねえじゃねえか。なんか、意外と知られてないな。いやいやいや、ちょっとショックです。いやいやいや、それは分かんない。